て、あのコロナで何もやることなくなったそのバリ人の友達とか、私は芸能を学んでるんですけど、芸能の先生とかがいろんな話をしてくれたこととかが私の中で一つのなんか考えみたいになって、私は小説を書きました。でそれが Kindle で販売されていて、まあ、細々ですけど毎月毎月ずっと途切れずに売れ続けているので本当にありがたいなと思って、もう世界、まあ、多分日本人だけだと思いますけど、日本語で書いてるからね、日本人だけだと思うけど、世界の中でこうやってなんか私が書いたなんかこうバリの知恵みたいなものとかを受け取ってくれてる人が一月にもう少数だけでもいるっていうことが本当にありがたいなって思っているし、なんか私が感じたこと考えたことが 100% 正しいわけではないと思うけれども、でもなんかその人の知恵になって、その人がまた新たななんか自然観とか地球の上で生きることってなんだろうっていうことをなんかこう考えて自分で答えを出すような、こうなんていうかな、そういう新しいこうネットワークが広がっていくといいなというふうに思っています。で、首里の丘っていう歌を今から歌おうかなと思うんですけど、これはずっと歌ってなかった昔の歌なんですよね。吉光くんがこの首里という沖縄の那覇市にある琉球王朝時代の城下町です。そこで遊んでいた頃の話なんですけど、もうこの歌詞の中の吉光くんの世界っていうのが本当になんか人間と自然の境がないみたいな、なんかこうなんていうのかな、もう子供が純粋にこう自然と一体になっているかのような、なんかそういう世界の歌なんですね。そういう歌詞の世界なんですね。なんかそれが今の自分にはすごいしっくりくるなと思って、またちょっとこの歌が歌いたいなというふうに思っています、じゃあ首里の丘という歌を歌って休憩にしたいと思います。You
ちょっと休憩してからまた、はい、ビールを始めたいと思います。